イングストリエメッカーニケアイロナウティケメリディオナーリ、略してイマームは、ナポリを本拠にし、1920年代から第二次世界大戦にかけて航空機を生産した企業である。会社は、当初、オフィチーネフェロビアーリエメリディオナーリの一部門で、1923年に航空機の生産を開始した。1925年には、 オランダのフォッカーのライセンスのもとでの航空機の生産を行い、それを手本にイマームロー1を作り、フィアットの生産代行も行い、その後正式にイマームとなった。その数年後には独自の機体の生産を開始した。しかしイマームが生産した航空機の多くは成功せず、練習戦闘機のロー41が750機以上生産されたたは、 偵察機のロー、37とロー、43のみ、それなりの数が生産された。戦後、イマームは、アエルフェールという名前で、イリのフィンメッカーニカグループに入れられた。ロー、58ロー、58イマーム生産、アエルフェール生産機、ありがとうございます。